決定しました。新年明けましておめでとうございます。どうも翔平 TV です。2019年も頑張っていきます。よろしくお願いします。皆さんに紹介したいものがあるんですけど、いつも通りの紹介なんですけども、はい、こちら、はい、アディダスさんのピッチャー用のグローブ。噂によるとこちらは楽天の則本投手モデルのグローブだそうです。今回スポーツジョエンさんにて購入したんですけども、で僕人生で青いグローブを使ったっていう経験が一回もなくて、で2019年の野球ではこちらのグローブを使って試合に挑みたいと思います。これをね使いながらちょっとシャドーピッチングしたいと思います。で昔動画出したんですけど、シャドーピッチングをしてフォームを固めるっていう、そういう意味も込めて、まあ、2019年、まあ、シーズンが始まるということで、軽く体を動かしていきたいなというふうに思います。それではちょっとやっていきます。しっかりとほぐしていって、シャドーピッチングをやるときはやっぱり試合を想定してやるんで、下半身の使い方を意識してやります。しっかり下半身を連動させていけば自然と上半身も動いていくんで、あまりこう上だけで投げずに下も使っていきます。まあ、昔の動画を見れば分かるんですけど、多分同じことしかやってないんですけど、基本的に、スタンドヒップファーストはしっかりやっていきます。はい、で今回はこちらのグローブを紹介して、実際にシャドーピッチングで投げてみたという動画でした。このグローブを使って今年どれだけ、勝てるのでしょうか。いいピッチングをしていい動画を皆様に送れるように、頑張りたいと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってます。下の概要欄から確認してみてください。お願いします。これではありがとうございました。はい、というわけで2019年最初の動画でしたけども、いかがでしたでしょうか。ちょっとした告知があるんですけども、1月3日の、お昼ぐらいかな、千葉県にある超野球専門店 CV さんにお邪魔することになっております。というか勝手に行くんですけども、初売りのセールやってるそうなんで、ちょっと見に行きたいかなと思います。
そしてもう一つ、そしてもう一つご報告があるんですけども、2月3日大宮憲法にて1時から5時まで決定しました。足を運んでください。2月3日日曜日1時から5時ということで、多分試合は2時ぐらいから始まると思うんですけど、はい、ガチでちょっと体を仕上げていきたいなというふうに思います。そのまま俺はもう走り行くんで、ガチですよ。俺はマジガチですよ。ガチですよ、本当に。ガチの時はもうこのまま行っちゃいます。カメラ回したまま行っちゃいます。それではありがとうございました。さよなら。